そう心の鞘は、取り工事による日本のライトノベル作品。イラストは、有城炎が担当。ホビージャパン HJ 文庫館。戦国時代の武将を祖に持ち、現在は一大企業グループを形成している、光月家の後取りである、雪きまさきは、冷徹な祖父に対する反発から、高校進学に際して、家宝の守り刀を持ち出し、 引きこもり状態にあった自分を救い出してくれた、恩人であるメイドの桜坂さやと半ば、駆け落ち同然の形で、アンアパートの6畳1軒で、同居生活を始める。二人が通う笹佐学園では、雪正樹の言い名付けである、天井院連下が、雪正樹に対して、猛烈なアプローチを繰り返すものの、 互いに強い信頼関係で結ばれている雪まさきと鞘の間に割って入ることは必ず玉砕を繰り返す日々が続いていた。鞘の誕生日が2週間後に近づいた日の放課後。雪まさきは鞘の誕生日に告白し、婚約指輪を送ろうと決め守り刀を古物賞を家業とするクラスメイト二階堂霧のところへ持ち込む。霧ははびきされて、 殺傷能力を失ったその刀を一目見て、相当な寝打ち者であることを見抜くが、買い取らずに隠れていた鞘を呼び出して、雪まさきの告白を取り持った。こうして、相思相愛の中となり、アパートへの帰り道を急ぐ二人に突然、雪まさきの実家である小月家に恨みを持つと称する男が襲いかかる。雪まさきは、 男の振りかざす刀に唯一の武器である守り刀で防戦を強いられ、ついには守り刀を川に落としてしまうが鞘は、雪正樹のために守り刀を拾うべく、川へ飛び込む。そして、武器をなくし絶対絶命の危機にさらされた雪正樹の前に守り刀を持った鞘が現れるが、鞘は普段とは別人のような立ちさばきで男の攻撃を退ける。雪正樹は、 目の前にいる鞘が、普段の鞘とはまるで別人のように口調も、変わってしまったことにしばし戸惑うが、鞘は、自分が、光月家に恨みを持つ者の怨念、カダマシーの襲来から、当主の末裔を守るために守り刀を通じて鞘と、魂が入れ替わった、戦国時代の姫君、鞘姫であるといい、500年後の現代社会に、戸惑いつつも雪まさきの事情を自ら志願する。 刀タナビメ2009年10月1日初版 ISBN978 から4から894259454。刀姫恋心。2010年3月1日初版 ISBN978 から4から798600093。ありがとうございます。